家を出ます。旅費は母親が全部出してくれました。ありがとうございます。母親が運転する車で和歌山駅に向かいたいと思います。西口の方へ行きます。和歌山行きましょう。今和歌山駅に着きました。久しぶりですね。和歌山駅も結構電車乗るってことはあんまなかったので、岸川線ぐらいですかね。ちょっとね、すっげえ今ちょっと充電節電のためね、iPod の画面がすげえ暗いんですよ。市の入り口へ。おはい、市口着きました。結構一苦労しました。はい、今和歌山駅入りました。で、こっから大阪行きます。12時やろ、1時間半か、途中から2、3倍やろ。はい、今電車乗りました。3、4番ホームですね。で、浜風が来るのを待ちます。すげえ、大阪駅でかい。ついでに奇襲時間速もバイバイですね。で、バイキーン。はい、とりあえず、浜風3号霞行き12時22分に、こちらのホーム3番ホームに来るので、待ちたいと思います。浜風3号ですね。大阪駅はね、ホームが変わったみたいなので、おー、大阪環状線来ました。103系のオレンジバージョンね。すごい、大阪駅久しぶり、めっちゃ嬉しいっすね。ちょっと母親に電話します。
着いたで。ディーゼル列車なので、カメラを持ちながらの必要なんで、こんな感じで普通に喋ってるんですけども、
間ですよ、みたいな。すごくない？ 3 時間ですよ。そのうち1時間できたけど、結構ね、広いですよ。通路を通って母親に駅舎を1枚。